皆さんどうも、いつも癒しのチップップご視聴いただきありがとうございます。本日は埼玉県川越市にあるワカフェのムーさんに行ってきました。それでは早速動画をご覧ください。どうぞ。こちらがワンちゃんも OK なテラス席になります。テラスといっても冷房も効いていて網戸にもなっているので風通しが良く、すごく涼しい場所です。この情緒あふれる和の感じ、どこか落ち着きますよね。席に着いたら店員さんがワンちゃん用のお水と、後でご紹介するワッフルをいただきました。こちらがムーさんのグルテンフリーのワッフル、小麦粉、卵、乳製品不使用のワッフルです。ちぎってあげてみたのですが、少し警戒しているせいか今は食べませんでした。また後でチップ食べていいよ。じゃあパパ。はい。今回私が注文したのはビーフステーキの古代米丼です。食べやすい一口サイズで人気のメニューだそうです。いただきます。さあ、気になるお味はどうでしょう。おいしい。うん、ご飯がお赤飯、お赤飯、これ五代米、味がおいしい。そしてこちらが彩り野菜とバジルチキンの米粉のワッフルプレートになります。ワッフルは古代米ご飯と味噌汁にも変えられるそうですが、本日はワッフルをいただきました。すごいワッフル。美味しいな、これ。なんか優しい。グルテンフリーの米粉のワッフル。甘さは控えめで、サクッとしながらももちっとした食感で非常に美味しかったです。じゃあパパ、ワッフル食べる。さあ、今回はどうでしょう、チップ。チップも気に入ったようで、あっという間に全部食べてしまいました。三大アレルギーにも対応しているので安心できますね。やっぱり食後はこれですね。このテラス席でゆっくりコーヒーを飲むと落ち着きます。皆様にも体験してほしいです。こちらは夏限定のこだわりのシロップで作ったかき氷です。うさちゃんなのかな、アイスで作ってありました。他にも季節に合わせたスイーツを一つ一つ手作りしているようです。スイーツを楽しみたい方もおすすめのお店です。
今回ワンちゃんがいたのでワンちゃん用のテラス席から入りましたが、実際の入り口はこちら。店内には和雑貨の販売コーナーがあります。他にもケーキや竹細工の素敵な置物なども販売されていました。竹細工は一点物なので欲しい方はお早めにぜひお買い求めください。すごいおしゃれな席でしたね。ごちそうさまでした。美味しかったね。チップ。チップ。美味しかったね。ということで、本日は川越にある和カフェムーさんにお邪魔してきました。この和の感じがたまらなく良かったです。ぜひお近くにいらした際は寄ってみてください。今日も癒しのチップップご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。